ヨーゼフ・フランツ・フォン・ジャカンヨーゼフ・フランツ・フォン・ジャカンは、オーストリアの科学者、植物学者である。現在のスロバキアのバンスカン・アシュチャブニツァに生まれた。父親は、ウィーン大学の植物学教授になった、ニコラウス・フォン・ジャカンである。父親から自然科学の教育を受け、ウィーン大学で医学を学び1788年に、博士号を得た。 1788年から1791年の間、新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世に命じられて、ドイツ、フランス、イギリスに研究旅行を行い、1797年に父親の後を継いで、ウィーン大学の植物学と科学の教授に任命され、1838年に引退するまでその地位にあった。1834年から、 ベルベデーレ宮殿の植物園の監督者も務めた。1820年に借位を受け、1838年に政府評議会の職に就いた。1820年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、1830年にプロイセン科学アカデミーの名誉会員となった。弟のゴッドフリートジャカンや妹のフランチスカはモーツァルトの親しい友人であり、 ヨーゼフ・フランツ・フォンジャカンは、富豪の娘で、モーツァルトにピアノを習った、バネット・ナトルプと結婚した。J ・ジャックは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨーゼフ・フランツ・フォンジャカンを示すのに使われる。ありがとうございます。